八花料理は中国の広東省、厚西省、福建省、香港と台湾の新築県、苗栗県、高雄市美の区、マレーシアなどに住む八花の郷土料理。八花は、新代より、河北から6度にわたり、家内への大規模な集団移動をしてきたとされ、広東省東部、香港の深海、厚西省南部、福建省西部の産地や丘陵地帯を中心に生活をしている。 また、さらに、四川省、厚生地湾族自治区などへ移住したり、台湾、マレーシア、インドネシア、フィリピンなどへ海を渡って移住した人たちも多い。これらの広範な地域で伝統的に食べられてきた料理が、八カ料理である。八カの人たちが最も集中している、関東省、厚生省、福建省にまたがる、山間部での生活は、鶏、アヒル、豚などの課金、 家畜を育てながら山の幸いである野生動物やタケノコ、山菜、キノコ、カワウ、カエルなどを利用し、カナンでの栽培に適した米やその加工品とサツマイモを主食とし、煮物や蒸し物を中心とした素朴な料理をおかずとして食べる食生活を形成した。また、ルテンの多い生活によって、携帯や保存の菊く漬物、乾物、燻製を よく利用するようになった。セリホォンをつけた山菜やさらに干した梅菜感がよく料理に使われ、また、干し芋、干し大根、干しタケノコなどのほか豚や大畑ネズミの干し肉を食べる地域もある。労働での発汗による塩分を補給して体力を維持するため、油濃く塩辛く濃い味付けが多い。風味付けに唐辛子、生姜、酒、醤油を多用する。 一方で、スープなどは非常にあっさりしたものもある。基本的に自分たちで食べるために用意する素朴な料理として伝わってきたため、店で食べても庶民的で経済的な料理というイメージもある。調理法の上では、石蒸し、竹蒸し、塩蒸しなど多彩な蒸し方を使う料理がある。また、素材を包丁や棒で叩いて細かく潰す料理が多い。日本と同じくきねと薄でつく。 もち米の餅もあり、大陸では、台湾では、麻とショース。このような発火料理に共通する調理法、素材の特徴がある一方で、周辺の料理や流通している食材の影響を受けて、地域ごとの際もあり、また、各地の名物料理にも違いがある。主に小単位で地域分けして、関東省東部のアガリエ料理、厚生省南部や関東省北部の南料理、 福建省西部の秉菜料理、台湾の台湾客家料理に分けて扱うことができる。これ以外に、四川省の発火料理、マレーシア、インドネシアなどの東南アジアで変容した発火料理などもある。香港の梅な控え肉香港の上等府香港の塩、ドリ中国語で上がりえ菜という、関東省の上がりえ流域の慶州や上流の梅州周辺の料理を指す。 これらの地域は、香港、台湾、東南アジアに移住した、八カの出身地であり、最も広く知られた、八カ料理の系統と言えるが、逆に、あがりえ料理だけを、八カ料理と誤解する例も多い。関東省内の料理ということで、八王の系では、関東料理の一流派と扱われている。基本的に唐辛子は、飾り程度にしか使わない。主な料理中国語で南、南な。 厚生省南部の郷土料理で、干州市の料理が著名である。もともと味が濃い発火料理に、厚生料理や湖南料理の辛いや味付けが加わって、より濃厚になっている。このため厚生料理の一種と扱われることもある。関東省北部や湖南省の発火の料理も、味付けの点でこの系統に含めることができる。主な料理、英定県の名、日び買い肉上を食い魚しろ。中国語で、瓶サイな。 福建省西部の龍岸周辺の地域で食べられている郷土料理。特に鄭州は様々な料理があり、多くの調理人を排出していることで著名。敏南地方の小州市に属す花安県や南、安市県でも秤菜料理の系統が食べられている。山の幸を使った素朴な料理であるが、復讐料理や敏南料理の影響を受けた料理があり、根井明県と、 生流県には僧侶の刺身があるなど他の地域の発火料理と異なる点もある。復建料理の一種と扱われることもある。味付けは上がりえ料理と南料理の中間程度で唐辛子で辛味もつける。主な料理中国語で台湾発火祭。台湾では高尾県、内栗県、新築県、桃園県などに発火が多く、これらの地域を中心に 発火料理店も多く存在する。もともとは、梅州市周辺の4県と呼ばれる地域から移り住んだ発火が多いため、アガリエ料理のメニューも一般的であるが、それだけでなく、台湾独特の発火料理もある。台湾では干しいかや干しエビのような乾物だけでなく、新鮮な海産物の入手も容易であり、また、台湾特産のパイナップル、 台湾でよく食べられているバジル、麺線のような小麦粉を使った素材なども取り入れている。主な料理類座仙人マレーシアの一方の、発火麺香港、シンガポール、マレーシア、インドネシアなどの華僑が多い地域や、北京市、上海市、広州市、アモイ市などの中国の大都市では発火、料理専門店もあるが、数は限られる。広東省の広東料理店では、梅ナビ肉、 上豆腐、塩鶏などの代表的な料理だけはメニューに加えている例は多い。上豆腐はマレーシアでも広く知られた料理であるが、アガリエ料理に近い豆腐に豚肉のあんを詰めたものを出す例と、マレーシア独特のアレンジが加えられたおでんのような各種具材を汁で煮た料理に変容した例があり、むしろ後者の方が一般的になっている。麺料理もマレーシアやインドネシアでは、 現地の調味料で濃い味付けに変わっていることが多い。台湾では台北市、台中市、高尾市などの大都市にも発火料理店があり、主に高尾市美濃区などの台湾客家料理を供している。日本では東京都北区、台東区、新宿区や神奈川県座間市に台湾料理と共に台湾客、アメリカ合衆国やカナダにも他の中国料理やインド料理などと共に 発火料理を供する店が少数ある。コススム編、発火人、P174、養鶏文、発火風味美食、P35。ありがとうございます。